2時間にわたりまして開演の演舞をご覧いただいたわけですけれども、まあ初めての方もおられると思いますが、この、まあ、演舞ということになりますと、どうしても投げたり投げられたりという形が、出てくるわけですが、まあ見ていて呼吸が合う人と呼吸が合わない人、まあ技がまたまたしている人、まあスムーズに流れる人というのもですね、まあいろいろあったと思いますけれども、やはりこの武道ということになりますと、相手をやっつける武道だ、まあ、相手をやっつけるのがですね、まあ主体であると考えられがちですね。まあ一般的には勝ったり負けたりということが主体になりますからね。しかしまあ合気道というのはこの演武という形で試合ということをやりませんが、近頃はまあ試合型というのを作ってですね、演武をやっている、まあ、その試合をやっているところがありますけれども、しかしまあそれは本物ではないんですね。まあ米島森江先生が作られた合気道はあくまでもですね、やはり相手と自分が一体になってそこに一つの道を作り上げていくということがですね、本来の目的なんですから、相手を倒すということが目的ではない。しかし武道である以上はですね、そこに強さが出てこなければいけないわけですね。しかしその強さというのは何であるかということになりますとですね、大変に難しいんですね。でこの強いというのは相手に勝ったから強いんだと、そういうふうにまあ考えられがちですね。一般的にまあ考えます。しかし本当に勝つということになりますと、世界中の人を相手にしなきゃいけないわけです。私は日本一だって言ったところでね、世界一だって言ったところで、世界中の人、50億の人を相手にしてやってみて、初めてその人をやってしまったときに私は勝ったんだということが言えるわけですけど、ですからただ勝ったということは、まあ、その程度のものなんですね。しかし本当に勝つということは何であるかということになりますと、自分自身に勝つということをここに書いてありますね。自己に打ち勝ちということは、自分自身というものの邪心というものを全て殺して霊肉一体なし状況、自分の最高の力を発揮する、相手に勝つためじゃなくて自分自身の最高のものをそこにね作り上げていくということが自己に打ち勝ち、そして自己を最高に高めることなんですね。強い自分というものを最高に強くするということは、自分というものを最高に作り上げることなんですね。相手に勝つためじゃないんですよ。だから自己完成の道だとはっきり言ってるんです。だから全ての私は人類がその目的に向かって進んだ時に、世界には素晴らしいですね、地上天国っていうものができると思うんです。相手に勝つためじゃなくて自分の能力っていうのを最高にどういうふうにしたら発揮できるかっていうことですね。やはり50億の人間があれば50億全部違うわけですからね、同じではないんです。そういう一つの型にはめてしまうところに大きな誤りがあるんですね。そういうことをですね考えた場合、この慢性化の合気道っていうのは自分の力っていうのを最高に発揮させるためにはどうしたらいいかということをですね、一つの道として探求しているわけです。